というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い奇世界ファッションと癒されるミラクルの声、千秋さんのお時間ですね。というわけでですね、今夜もご覧になっていただきまして、マジあざますあざますね。お疲れ様ランチ。今日もですね、この動画を今ご覧になってくれてる君はすげえ頑張ってたんじゃないですか。頑張ってましたよね。私知ってますよね。いや本当にそんな頑張ったあなたですね、私のこの動画をご覧になっていただきましてね、もうあとはね、そしたらもうニッコニコでお布団に入っていただけますよ大丈夫、僕最強だからね。いや本当にね、今日は五条先生のね声まで多めでお送りしてまいります。ね、こう、流行ってるじゃないですか。ねえ、呪術廻戦ね。そんな感じでですね、今夜はちょっと五条先生っぽくですね、お送りしてまいりたいと思います。ねえ、いや、本当にね、こう、流行ってるじゃないですか。お疲れ様さん勘違いすんなよ。僕にとっちゃ、街でアンケート取られたぐらいのハープニングさ。かっけえねえ、偽五条悟る。偽五条悟るだ。そんな感じでですね、今夜もご覧になってくれた君が、もし、目の前にいらっしゃったら、ご一緒に、いちご食べませんかとね、お誘いしたいぐらいっすよ。なんだろう、最近、ここ2、3日、こう、いちごの日か何かがあるんですかね。すごくですね、こう、いちご食べませんかと、おすすめをいろんなところで拝見するんですよ。そうよね、最近みかんばかり食べていて、他の果物ちょっと、食べてなかったっすね。感じでですね、最近ちょっと食べてないけど、こう、しばらくぶりに、ちょっと食べてみたいなという、感じで美味しい食べ物。そんな食べ物をですね、ぜひ、この動画を今、ご覧になってくれてる君と、一緒に、食べたいものですね。ねえ、行くでしょう。東京観光。東京のですね、板取くんとかですね、国久さんと、ねえ、すごく気が合いそうな私なんですけれども、そんな感じでですね、今夜も私の、ねえ、今夜の私の素敵なコーデ、ね、素敵になっちゃったコーデ、ねえ、ご紹介してまいりたいんですけども、今夜のね、コーデテーマは、ズバリ、いちごというわけでですね、ここ2、3日いろんなところで、いちごいちごとお話しされるもんですから、ねえ、もういちごしかねえなと思いましたよ。というわけでですね、今夜私がこうでした素敵なアイテムの数々、さらっとご覧になっていただきたいと思います。こちらですね、ピンパールチーク、ゆる T シャツいちご、シンプル、ブラックパンツ、ガーリーグリーンパンプス、カメリアタイツ、トラットカー。そして以前のですね、カプセルガチャで当たさせていただきました UR のね、瞳なんですけれども、いや、これね、前も言ったんですけど、動画を撮ってないところで当たりまして。あ、本当にね、動画撮っときゃよかった、本当に。ねえ、私このシリーズ、ね、センシル3シリーズで、カプセルイベントのカプセルをね、開けるところっていうかをね、動画にしたことはなかったんですけども、次来たらちょっと一回ね、開けるの動画にしてみようかな。レアが出そうな、こう、カプセルって出るじゃないですか。あれを開けるときは、ちょっと、動画にしますからね、次からね。クシュクシュミルクティー、冬椿赤紅、シンデレラノーズ、スイートマカロンルーム、サヤパイセン、ハートポシェット、ローズペダルの香り、フラワーネイル、永遠の約束。このチャンネル、これからも、ずっと、見てくれますか？そんな約束しませんか？ふですね、見ると言っていただいても、もうなんか、他に面白い動画があったら、そっち行っちゃうんでしょ？私とその動画、どっちが大事なの？ふふ言ってますけれども、いやー、それもね、結局、私自身っていうか、ね、私の動画がね、こう、あなたを引き付けられるかどうかという、ね、ところなのでね、もっとね、頑張ってまいりましょう。ラブキャロスマホ。メルティーベリーバッグね。こちらのバッグって何のガチャだったっけ？だったかな。なんかこうショップとかでは手に入らないアイテムだった気がするんですけどもね。そういえば石子のバッグ持ってたなと。ねえ、こう石子をね、おすすめされるたびに思いまして。ねえ、もうそしたら、石子コーデするしかないっしょ。ねえ、そんな感じだったんですよ。そんな感じでですね、今夜の私のコーデでした。いやー、今夜もね、素敵に仕上がっちゃいましたよね。この動画を見てる君、恥ずかしがるなよ。領域展開。皮肉だよね。すべてを与えられると、何もできず、
緩やかに死ぬなんて。そんな感じの、セリフもありましたよね。何でしたっけ、領域展開の、領域展開中に、その、風間頭さんにね、言ってるセリフ、なったんです。すごいぐらいの、五条悟ですけれども。なんでですね、こっから後半戦、例のあれを、やってまいりましょう。ねえ、泉州さんではですね、本当にね、例のあれが、ちょっぱいで次々、やってまいっておりますから、もうね、引かなきゃ、なんないよね、なんないよね。で、早速、引きに行きましょう。というわけで、例のあれ、限定ガチャになります。泉州さんではですね、最新の流行、最新の流行り、最新のモードが、もう光の速さね。もうね、もうしょっぱいでやってまいりますんで、もうね、早く、もうすぐに、引かなきゃ。なんないよね。なんないよね。でですね、今夜も素敵なガチャの数々をね、拝見しつつですね、この中から一つ、ね、ガチャを選んで引いていきたいわけなんですけれども、早速ね、魅惑的なガチャの数々、さっと、さらっと拝見してまいりましょうか。まずは1個目、ターゲットゼロ復刻というわけなんですけれども、こちらは確かに以前ありましたね。シャイニングタワーにも同時期に、確かボーイッシュな、ね、ライフル構えてる、ね、コーデ一式が一緒に出た時に、あったガチャだったと記憶しておりますね。そして、真冬のグランピング、チェックメイトタイム、ミッドナイトボールドロップ、聖人お嬢様の桃色初詣、神楽前の巫女、イノセントラブデートという感じですね。いやー、本当にね、魅惑的なガチャの数々ですよね。いやー、今回どのガチャ引いてこっかな。ミッドナイトボールドロップ。行ってみます。というわけでですね、今回引いていこうかなと思っているガチャはですね、ミッドナイトボールドロップ。というわけでですね、いやーね、ここアメリカンな感じのガチャになってますね。いやー、今回綺麗なお姉さん系のコーデという感じですね。いやー、綺麗なお姉さんってこう、憧れちゃうよね。いや、どんなね、素敵なアイテムがあるんですかね。まずは SR になりますね。アクアドロップアイ&ハートキャンディアイというわけでですね。いやー、今回なんか、どっちもブルーの瞳なんですね。へー。どちらもこう素敵っすけど、なんだろうね、優しい瞳のお姉さんか、こう、かっこいい系のお姉さんかっていう感じのね、アイメイクになってますね。いやー、こうなんだろうね、優しめの、お姉さんと、こう、かっこいいめのお姉さん。どっち好きですか？いやー、どっち好きっていうか、どっちが好きかとか、あと、どっち系になりたいですか？こう、スタイリッシュなかっこいい系のお姉さんと、優しげなお姉さん。いやー、私ねー、選べねえな。背景になりますね。アメリカンニューイヤーという感じでですね。いや、アメリカンさんの、こう、なんだろうね、年明けカウントダウンっていうと、ニューヨークの、なんかこう、なんだろうね、道がこう二つ一緒になったところの、こう、なんだろうね、ビル、タワーのところで、よくカウントダウンしてる、ね、映像とかを拝見しますね。なんか日本だと結構、年明け年越しみたいな、ね、だってこう一大イベントな感じあるじゃないですか。ね、なんですけども、アメリカさんね、聞いた話だと、こう、年明け、ハッピーニューイヤーっていうよりかは、なんだろう、クリスマスとかの方がね、かなり重要というね、お話も聞いてるんですよ。まあ、なんせでもこう、ちょっとね、聞いたお話だったりするので、ね、本当にアメリカに住んでいらっしゃる方とか、ね、アメリカに詳しい方がもしね、動画をご覧になっている方の中にいらっしゃったらですね、ぜひね、ちょっとこう、詳しくお話を聞きたいですね。ね、こう、アメリカの、年越しってどんな感じなのかな。そして、ヘアスタイルが2個続きますね。ブロンドサイドウェーブ&インナーカラーショートという感じですね。インナーカラーショートをつけたらどんな感じになるのかな。いやー、こっちもこう、いいっすね。ねえ、髪型も最近当たってないね。どちらも素敵な髪型なんで当たってほしいっすね。いやー、当たんねえかな。ローズレースワンピとローズファーコートという感じになりますね。こっちのローズファーコート、ちょっと欲しいっすね。この肩にかける系のアイテム。ねえ、こうなんだろう。アウター系な、こうカテゴリーになると思うんですけども、結構ね、この肩にかける系のアイテムって、すごくね、コーデしやすいアイテムになってましたんで、ねえ、今回 SR ファーコードが欲しいかな。そして SR 最後はカラフルシャワーという感じですね。こちら紙吹雪系アイテムっていう感じなんですかね。ねえ、紙吹雪系アイテムは結構持ってる気がするんですけれども、でもね、全部金ピカなんですよ。カラフルな紙吹雪も。一個欲しいな。そしてこっから R になりますね。R がさらにさらっとね、拝見してまいりたいですね。ローズフラワーハット、アメリカンショートキャミ、ハートベルトブルゾン。これめっちゃいいっすね。アメリカンデニムショート、シェルピンクリップ、アニマルなお耳、パールラメバック、ラブリーローズリップ、ラブリーピンクワイン、
ハートベルト2杯、ブルーバルーンスティック、レッドバルーンスティック、アメリカンスターシューズ、ラメラメロングブーツ、ラメラメロングブーツ、ローズパーティーグローブ、ローズビシューネックレス、ビシューピアス、あれめっちゃ多くない？2021のメガネ、国旗のペイント、シンプルピンクヘアアクセ、という感じですね。へぇ。2021年のメガネで思い出したんですけど、2020年のメガネ私、確か持ってた、気がしますね。なんか、ログインボーナスかなんかで、いただかなかったでしたっけ？ねえ、ログインボーナスだったか、2020年、ハッピーニューイヤーガチャだったか、ねえ、忘れましたけど。というわけでですね、今夜も、どんなアイテムが当たってほしいかなというアイテム、ねえ、拝見してまいりたいんですけども、まず SR になりますかね。SR はどれがいいかな？ローズファーコートがね、当たってほしいですね、今回はね。R なんですけれども、ハートベルトブルゾンがいいですね。ねえ、今回はね、ハートベルトブルゾンが当たってほしいですね。そういっすもなずかさん、この辺のアイテムが当たるんじゃね、当たりそうじゃねっていうアイテムねー選んでまいりたいんですけど、今回はですねラメバッグかな。最近こうバッグ系アイテム当たってないっすもんね。ねー、なんかこうバッグが当たりそうな気がしますね。それでですねワクワクドキドキにねーガチャ引いてまいりましょう。さあ今回もですね3回引いてまいりますんで、この動画もね今ご覧になってくれてる金を何が当たりそうかな、ちょっとね予想してみてください。それじゃあいきますよ。3、2、1。さあ、何が出るかな？ 1 回目、イエー！お、バッグ？おっと、ペイントでしたね。あら、素敵じゃない。着るのがもったいないわね。いやー、これはオリンピックとか、ワールドカップの時に、ねー、使いたいっすね。というわけで2回目引いてまいりましょうか。さあ、2回目何が出るかな？さあ、2回目、ドレス？これはあれじゃない？おっと、ラメブーツでしたね。コードのこと。もっと勉強しろよ。だぜ。ねえ、いや、こう、私ね、靴マスターと言われるほど、靴をね、当ててるんですけど、意外と、ブーツ当ててないっていうね。さあ、というわけでね、ラスト引いてもらいますか。いやー、ラストはね、コインで引いてみますかね。さあ、宝箱ってなんだろう。お、ピアスですね。かわいい。コーデの違いがありそうだ。大きめのね、素敵なピアスになってましたね。いやー、ね、ホーム画面っていうかね、キャラクターのね、ね、こう、ゲーム内の私の全身像をね、こう、表示するとですね、どうしても、こう、ちっちゃめのね、ピアス、イヤリングだと、ちょっとね、目立たないな、みたいな、ね、感じがあるんですけども、大きめのね、イヤリングとかピアスなら、もうね、その辺、心配ご無用ですよ。あ、いや、よかったっすね。はい、ですね、戻ってまいりました。いやー、今回ね、こんな感じの、ガチャ結果になりました。もうね、今ご覧になってる君だったら、私のね、運をきっと、吸ってますから。きっとね、いいのが当たりますよ。あとはこちらになりますね。こちらがですね、私の、千代さんの間のプロフィールになっておりますので、よかったらですね、フレンド登録の方も、よろしく、お願いいたします。YouTube で、毎日千代やってるんだ、あずかです。よかったら、動画も、見てみてね。チャンネル登録も、よろしくね、よろしくね。コメント高評価の方もどしどしお待ちしております。ぜひですねお気軽にコメント高評価の方していただきまして、私と交流いたしましょうね。一緒にこのチャンネル賑やかにしてまいりましょう。という感じでですね、今回もいい感じの時間とっておりますんで、ここで一区切りとさせていただきたいと思います。ねー、私はねまた次の動画、いやさ次の夜にまたお会いしましょう。お相手はあなたの夜の担任、私でした。それではまた次の夜に。